ださいよ。天気でいい朝です。ただし27、8度になるそうですので気をつけよう。冷房入れようぜ。今はまだ早朝なので窓を開けています。じゃあ暗いから気をつけようね。ポンちゃん。ちゃんくんもね。はい。はい、はい、あ、ごめんなさい。じゃらーんと、おっと、これが宅配ボックスいただいちゃいました。っていうことなんですが、これね、そう、生配信の時にお話ししていたので、送ってくれちゃったんですけれども、うん、実は同時期に我が家でも注文してしまいました。なんか手紙には、サブに、なんだっけ、予備として使ってくださいみたいなのが書いてあったので、うん、その辺も予測されているようなんですが、すいません、ありがとう。で、うちのも届いているのをお見せしましょう。今日届きました。あ、はい、箱に入っています。はい、こちらは、おきっぱというやつですね。このような、コンパクトなやつを広げて使うんですが、2つになってどうすんねんではなくて、これ両方ともですね、うん、設置をしてどんな使い心地か、せっかくですから、後ほど、そうね、レポートでもしようかなと思います。世の中の皆さんのためにも立つかもしれませんので、うん、どうもありがとうございます。これ光ってるから一回このビニールから出す、うん、大丈夫だった、うん、見えてます、うん、はい、ということでこれ設置するとこも後で動画撮りますね、うんうん、はい、ということでいろいろ今ごっちゃごちゃやってましたが、ということでセッティングができましたのでこのまま持っております。一応この場所にですね、すのこを置いてその上に置くようにしました。よいしょ、もう片手でできないか。こんな感じですね。ダイヤル式の、鍵ですね、あれの設定ってくらいかな。なんか、それ以外は簡単にできました。これで、宅配の人たちがこれを見て分かってくれればということですね。もう一個のおきっぱという方はまた後で設置します。次はですね、おきっぱという、集配ボックスですね。これの場合はまずこれですね。これを この辺でいいかな。これか。繋いだ。こういうことか。ようやくできました。これですね。どちらの場合もですね、この暗証番号付きの、キーロックですね。これがもう一つやりにくいということぐらい。これは頭の良し悪しだね。うちの能力次第でした。はい。一応設置はできました。これどうやって宅配便の人に説明すればいいかな。はい。
あんちゃんおいで。ポンちゃん。ベランダが気持ちいいんだって。そうですか。そこに座ってます。ジャン君、遊び相手は向こう行っちゃったよ。ジャン君、ジャン君、さっきこれ落としてくれました。はい、鳥さん、これ意外に痛かったです。はい、お父ちゃんの上に落としたの、はい、ジャン君。キャー、まあ軽いんだけどね。その人割れた？いや、割れなかった。ちょうど人間に当たったのでクッションになりました。なるほど。はい、おかえり。おかえり。はい、パンちゃん。おかえり、ありがとう、おかえり。はい、何にでも乗っかるポンちゃんでした。